イテウォンクラスはパク・ソジュン主演の韓国ドラマ。2020年にネットフリックスでも配信されると、コロナ禍の凄盛需要もあってか、日本を含む世界の視聴ランキングにも入りました。また、日本では、場所を六本木に移した六本木クラスも制作される人気ぶり。2000年代の純愛ブームに乗った冬のそなたからは20年近く経っており、おそらく愛の不時着とともに、 近年の韓国ドラマを代表する作品として頭に浮かぶ人は多いのではないでしょうか。このアカウントでは同じパク・ソジュン主演のコンクリート・ユートピアも取り上げましたが、まず、イテウォンクラスではパク・ソジュンのめちゃくちゃ変な髪型に目が行くはずです。それもそのはず、イテウォンクラスも Webtoon 原作のドラマ、Webtoon をスマホ縦読みの漫画と聞くと横読みの日本の漫画を単に縦にしただけに感じますが、 実際は大きく異なっています。Webtoon の制作は高度に分業性。日本のアニメ制作のようなプロダクション性をとっているため、作家性は良くも悪くも低く、老若男女を対象に、高頭、高賞、続悪、通俗を含んだ日本の漫画のような深みはありません。もっと、ナロー系ウェブ小説のように平板です。で、その平板さがリテラシーの低いユーザーを引き付けるといった仕組みになっています。イテワンクラスの髪型が変なのは、 この Webtoon の髪型を忠実に再現しているからです。しかし、そうした平凡な作品は、そこから読者、視聴者のどのような欲望を満たされているのかを読み解くのに便利です。例えば、日本の Web 投稿作品である、ナロー系は、異世界転生ものと同一視して語られます。この転生ものが現代日本で好まれる背景は、定常化社会です。長期のデフレという暴露の問題によって、経済がシュリンクしていくので、 ミクロの個人単位ではどうしようもありません。無理ゲー社会です。国政、地方自治や企業、地域活動など規模を問わず普通の人が責任などを負いたくないのは椅子取りゲームの椅子が減っているのでミクロの個人が立ち上がりたくないだけです。若者ならなおさら機会はなく、そんな世代が上がり目を外の世界に夢見る物語が転生ものです。救いを日常の外に求めるエグジット主義なわけです。なので読者の欲望を満たすよう、一般的に異世界転生もの、 ナロー系というと、現代から持ち越した知識によって、異世界で英雄的な活躍をするものになっています。前回紹介した愛の不時着も、実は一種の異世界転生ものになっており、要は韓国は経済的に発展したが、女性は愛を得られない。結果、レトロな北朝鮮で愛を得るような話になっています。一方、イテウォンクラスは、 異世界ではなく、あくまでも現世界が舞台。主演のパク、ソジュンが演じるのは、パク、セロイ。父親は国内最大の外食企業、チャンガグループに勤めていましたが、パク、セロイが、同じ高校に通う、チャンガの御蔵師、チャン、文音案、ョンを殴ってしまい、退学処分に、父親も20年間勤めていた、 ちゃんがを退職することになります。パク、セロイの逆境はこれでは済まず、ちゃん、軍音が起こした交通事故で父親が死亡。パク、セロイは、ちゃん、軍音を許せず、殴ってしまい、結果、刑務所に収監されることになります。ドラマは、そんなパク、セロイが、刑務所で数年過ごした後に、さらに遠洋漁業でお金をため、イテオンで、タンバムという居酒屋を仲間たちと起こす話です。パク、 セロイは韓国財閥のように大きな力を振るう、チャンガに復讐できるのか、タンバムは成功できるのか、というのがイテウオクラスの縦糸になっているのですが、当然、ウェブトゥーン原作なので、これは叶うわけです。むしろ、見どころは、横糸として配されたパク、セロイの人間関係。前述の通り、変な髪型の若者なのですが、出会う人がみんなパク、セロイが好きになる面白さです。高校時代から美人に惚れられていますし、 タンバムの右腕もパク、セロイに惚れる女の子。さらには、チャンガの敵もみんなパク、セロイに惚れていきます。要は、無色転生のような日本の異世界転生者が異世界でハーレムを形成するように、イテウォンクラスは現世界でハーレムを作ります。これはどういうことかというと、2020年前後の日本は、 実質 GDP 成長率がほぼ0%、2020年はコロナ禍でマイナス4.3%。一方、長期停滞に陥っているといっても、韓国は2から3%、2020年はコロナ禍でマイナス0.7%なわけで、全然マシ英雄的な活躍をし、ハーレムを築くのに、異世界は必ずしもいりません。また、新興企業というと、日本では即ネット系のスタートアップが想像されます。韓国でも当然、スタートアップ市場は伸びており、 むしろ、新興企業が単なる企業の下請け化している日本よりも存在感があります。カカオやネイバーヤフーや LINE の親会社といった巨人がエコシステムを作っており、消費者向けアプリが国民生活を変えているわけです。ただし、伸びているのはネット以外の産業も同じ。経済全体のパイが大きくなっていれば、もちろん既存産業でもイノベーションが起きます。パイの不時着がアパレルやコスメ業界を扱っていましたが、イテウォンクラスや 私の夫と結婚してでは飲食業界を舞台になるのもこのため。また、この GDP 成長率を支えているのが中国への輸出。そもそも韓国経済は輸出に対する依存度が高く、輸出の対 GDP 比2022年は48.3%。うち中国は最大の輸出値で25%ほどで推移していました現在はデカップリングで中国向けは急減中。なので、パク、セロイや 愛の不時着のユン・セリが優れた経営者として決断するのが中国進出になっているのは偶然ではないわけです。このチャンネルではコンテンツ探偵メタが新しい古典を取り上げています。一般的な動画チャンネルでは作品を見ればわかることをわざわざ紹介する考察動画になっていますが、当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は動画更新のモチベーションになりますし、 このチャンネル自体が企業からの広告ではなく、定額のメンバーシップやスーパーチャットによって運営されています。